第2節、今日は J リーグとの男女共催の日ということにもなります。千葉と長野の一戦、24分のシーンです。この長いボール拾って左サイド鴨川に広げて、そして大沢がこの狭いところをシュート狙っていきました。伊藤入也ナイスセーブ。まあ、かなりディフェンスも目に入ったと思うんですが、枠は捉えていました。そして40分、長野押されていた展開だったんですけれども、アンダーラップで岡本が上がって、その岡本が左サイドに流れながらクロス切り返して右足で上げたクロスが結果的に相手ディフェンダーに当たってそのままゴールイン。記録はこの岡本の B リーグ初ゴールとなっています。序盤は劣勢だった長野が効率よく先制に成功。でこれだけでは終わりません。相手のパスをカットして大内、その大内が起点になって引きつけて引きつけて、そして高橋ひなのループシュート。高橋も B リーグ初ゴール。この2人のゴールで前半を0対2、アウェーの長野がリードをして折り返す形です。キーパー望月も出ていて目に入ったんですが、上を通す選択、これが正解でした。高橋ひな、エルフェンからの移籍、移籍後初ゴールになります。そしてエンド変わって後半62分の千葉のシーンをご覧いただきましょう。後半途中投入された城は、まあ、前線でサイドもあって非常に起点を作れていました。その城は24番の選手から逆サイド山口で、このシュートのこぼれに大沢遥が詰めて1点差に迫ります。大沢はリーグ戦2試合連続ゴールということになります。改めてこれ逆サイドフリーのしっかりと山口を見られていたという城和の判断、そしてこのセカンドに反応するのが一番早かった大沢遥。今シーズン1試合に1ゴールするという目標、リーグ戦では今のところ達成中。88分の千葉、またロングボールで城和に預けて左サイドに広げていきます。でここを藤代がえぐってのクロス、まあ、最後鴨川が飛び込んでいてクロスバー叩いたというシーンでした。さらに城和も行ったんですが、結果的にはゴール割れず、まあ、その後押し込んだんですが結果的にゴール割らせませんでした。結果1対2、 AC 長野今シーズンの B リーグ初白星を飾ったゲームでした。 B